この動画には、ゆっくり音声、日本の過去の歴史、制作者個人の推測と主観、気がつけば右手にカライカ、ハーゲンダッツはスプーンの亡骸製造機、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、ポイズン、などが含まれます。どれか一つでも苦手なもののある方は、ご視聴はおやめください。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。西郷どんも3回目ね。今回はどのあたりまで行くの？それは見てのお楽しみだな。チャンネルの規模もわきまえず応用ね。だこらしゃべんな。じゃあそろそろ、行ってみよう。ん？わっぷっぷ。前回は8月18日の政変で、長州勢が中央を追われ、サイコパス吉信の本領発揮前夜までだったわね。そうだ。長州とそれに繋がる過激白毛という、一橋派にとって共通の敵が一掃されると、一橋派内に不協和音が流れ始めたのよね。ああ。政変後の国政の運営は、朝廷内で幕府と有力諸侯の合議による形が良しとされ、参与会議、が設置される。これで久光も正式に政権参加が叶ったわね。しかしここで権力掌握の権限、一橋吉信が動き始める。と言いますと、長州という共通の敵がいなくなれば外様大名たちは不要。自身に権力を集中させるため、参与会議をぶち壊しにかかる。さすが吉信ね。左高問題で吉信と久光の対立が激化し、この緊張を緩和しようと催された中川の宮邸での宴席で、酔ったふりをして久光、春岳、宗成の3人を天下の愚物と罵倒したぜ。なんとまあ。こうして行き詰まった緩満祭の状態で、山の内陽道が京を去り、3月9日に吉信が参与を辞任すると、他のメンバーも続々と辞任。こうして新設の参与会議は、あっという間に瓦解した。目論見通りね。そして中ブラリンとなった政権を握るため、切り捨てた外様大名の代わりに、松平定高を京都諸子大に任命し、一橋吉信、松平かたもり、松平定高で主流派を形成した。会津藩と桑名藩の軍事力を利用して、一橋吉信が政権を独占する形ね。以後会津桑名の両藩は、吉信に異様に使われ続けるぜ。さすが幕末一のサイコパス。卒兵状況を行い、吉信を権力の座へつけたにもかかわらず、その吉信によって政権から遠ざけられる形となった久光の不満は大きかった。恩を仇で返された形だものね。そしてこの中央政界での状況に対する久光の不満が、沖永良部島で罪人として過ごす西郷に転機を与えるぜ。お？主流派から外された薩摩藩。大久保はこの状況を巻き返す名分として久光に西郷の再登用を進言する。よそろ。久光の中で西郷への怒りより、現状への不満の方が大きいと踏んだのね。さすが大久保。久光は思うところもあっただろうが、大久保の進言を入れ、西郷を赦免し現場復帰させたぜ。またまた復活の西郷ね。帰参した西郷は真っ先に成明の墓に参ったんだが、野ざらし牢での生活に衰弱しており、廃ずるようにしての墓参だったらしいぜ。西郷の中で成明は何一つ変わっていないのね。こうして薩摩では巻き返しの体制が構築されつつある時、吉信は中央での権力闘争をさらに加速。と言いますと、文久4年3月、吉信は将軍後見職を辞し、朝廷内に新たに新設された、金利守衛総督に就任したぜ。これは一体、外様を排除した吉信の次の敵は老中などの幕府官僚たち。200年以上にわたって政治を担ってきた幕府の底力は侮れない。そのため金利護衛総督につき、孔明帝を抱え込み、その権威で幕府を抑え込みにかかる。会津桑名の軍事力に、天皇の権威が加わればもう無敵モード。朝廷の権威を利用して、幕府を攻撃していた過激攘夷派。今度は吉信がその立ち位置で幕府官僚機構に対抗する腹積もりだぜ。さすが吉信。権力を取りに行くのに何の躊躇もないわね。復帰した西郷は腹心である桐野利明を派遣し、中央政局の情報収集に当たらせた。巻き返しを図る薩摩のインテリジェンス指導ね。そして京を襲う大事件の足音が、西から近づきつつあった。ほう。政変によって中央での影響力を喪失した長州藩は、下関海峡通過時に砲撃を受けた報復に、米、仏、蘭の4カ国連合艦隊が長州を目指して開港中。下関戦争開戦秒読みね。また藩内では8月18日の政変の巻き返しとして、京に兵を送り帝を拉致する計画が持ち上がり、それを長州に逃れてきた三条実富らが煽る。無謀以外の何者でもないけど、反対すれば、臆病者、のレッテルを貼られて武士としての面目を失う。この無謀な計画を押す声が大きくなる中で、源氏元年6月、池田屋事件が起きる。各地の過激攘夷派志士たちが京の池田屋に集まり、長州の帝拉致計画の支援を話し合っていると、新選組が急襲。
長州藩士含む大勢の志士たちが斬られたのよね。そうだ。この方が長州に伝わると過激派藩士は激高し、遊撃隊を先頭に所帯は京に向けて進撃を開始。さらには長州正規軍までが続き、大戦の様相を呈し始める。感情で動いているから、戦略も何もあったものじゃない。これでは勝てるわけがないわよね。7月に長州軍は京へと侵入。会津桑名藩兵は迎撃を開始。禁門の変が始まった。この状況で西郷は長州撃退のため兵を繰り出すことを決意する。お前が舵を取れ。要太郎。長州所帯最強と謳われた、木島又兵衛率いる遊撃隊は、筑前藩が守る中立ち売り御門を突破し御所内に侵入する。さすが又兵衛じゃ。そこに乾門を守っていた西郷率いる薩摩藩兵が駆けつけてこれを撃退。木島又兵衛はこの戦闘で命を落とすぜ。この戦いが西郷の初陣だったのよね。長州軍は各門でも撃退され、結果敗退する。そりゃ情熱ほとばしるままに計画もなく押し出せば、勝てるわけがないのではと。政局全体で考えれば、薩摩は一回層の戦に、駆り出された形ではあったが、この勝利は薩摩藩と西郷の存在感を増させることになったぜ。影響力拡大で大成功ね。ちなみに一橋慶喜は自ら槍を振るって参戦。俺は喧嘩も強い、とアピール。ここぞとばかりに釘たちへ、頼りになる慶喜、をすり込むぜ。抜け目ないわね。敗退した長州藩は、木島又兵衛や小坂玄瑞や牧泉など、藩の内外に大勢の仲間を失った上に、御所に向かって発砲したとして、逆賊認定されてしまう。これはきついわね。そんな踏んだり蹴ったりの長州に対する討伐軍派遣が決定する。第一次長州征伐ね。ここで長州派遣軍、以後、成長軍、の司令官を誰にするか問題となる。慶喜行くばっかじゃないの。普通に考えれば慶喜一択なんだが、これ以上慶喜の影響力拡大を望まない者たちが反対。結局成長軍総督には、御三家筆頭、尾張徳川家の徳川義勝が選任されるぜ。あらら。そして西郷は成長軍の第三坊に任命されると、義勝に気に入られ、長州征伐の全てを一任される。みんな大好き西郷さんね。成長軍の仕事に従事している最中の元治元年9月、西郷は勝海舟と面会する。重要な出会いね。この時の勝は通り投薬で動く現在の政局に嫌気がさしており、その政界の実情を西郷に伝える。そんな勝の話に衝撃を受けた西郷は、薩摩の影響力拡大だとか、長州をどうするのかを超えて、この日本をどうするのかを考えるようになり、長州に対する強硬的な考えを改める。勝の与えた影響は大きかったのね。西郷は作り上げた人脈を使い、長州藩内の人間関係を把握。長州人の身体は、長州人によって決すべし、と寛大な和議の前提条件を提出し、総督の義勝は全面的に西郷案を支持する。条件の内容は、禁門の変の責任者と目される7名の処罰で攻撃は猶予、といったものだ。国外はもちろん領地削られることもない。確かに寛大ね。この条件が伝わった長州藩内では、俗論等が優位となり藩政を掌握。そして提示された責任者7名は切られたぜ。長州を残すため成長軍の面目が立つギリギリの条件としての西郷案ってとこね。そんな長州の対応により、西郷は和議の使者として単身乗り込み、対応に当たった長州族論党を驚かせるぜ。肝っ玉たかちゃんね。長州族論党としては正義派が始めた戦争など一刻も早く終わらせたかった。尊王だ攘夷だなどと中央政局に関わりたくはなかった。よって下された3つの処罰も2つはあっさりと承諾する。内容をはよ。一つ目は藩主府氏による謝罪文の提出。二つ目は山口城の破却。この二つを承諾ね。で飲まなかった内容は、8月18日の政変で失脚した三条実と落葉の引き渡しだぜ。なぜ拒否した？自身の安全のため仲間を見捨てたとなっては、長州藩の信用が大暴落だからだ。でもそれが理由として通用はしないでしょ。そうだ。じゃあどう収めるの？西郷が間に入り双方を説得。三条実富らは北九州へ移動で決着したぜ。なるほど。これなら長州は仲間を敵に撃ったことにはならないわね。こうして長州征伐は収拾されるかと思われたんだが。だが、元治元年12月15日、高杉晋作が俗論党打倒を掲げ挙兵。たった84名で始まった高杉たち正義派の挙兵だったが、次々と俗論党の軍勢を打ち破り、ついには政権を奪還してしまった。再び正義派政権樹立ね。でもこの間西郷はどうしていたの？正義派と俗論党が戦っている間はこれを静観し、幕府に敵対的な正義派政権が樹立されても、先の講和条件に違約となる行いはしていないとして、事後処理を済ますと撤収してしまった。
もう西郷の中で長州は敵ではない感じね。そうだ。本来西郷の仕事は中央政界で低下した薩摩の威信回復。そして薩摩の威信を低下させたのは、政権独占を目論んだ一橋慶喜だ。確かに西郷の仕事の障壁は、長州ではなく慶喜と言っていいわね。ここでさらに西郷の中で慶喜不信を高める事件が起きる。と言いますと、天狗党の乱だぜ。ほう。西郷の仲間と言っていた武田耕雲斎が、西郷が尊敬した藤田東湖の意地を立てて、尊王攘夷を叫び武装放棄する。彼らは水戸徳川家の地を引く慶喜に、自分たちの思いを伝えようと斎場を開始するんだが、慶喜は不法を働く者たちの庇護者と取られることを恐れ無視するぜ。さすがサイコパス。西郷は保身のために自身を慕う者たちすら切り捨てる慶喜の姿勢に嫌悪を抱きつつ、耕雲斎を助けるため人を派遣して間に入り、事態の軟着陸を目指すが、慶喜は討伐軍を派遣。臭いものに蓋じゃなくて、臭いものは殲滅ね。これに対して天狗党は、しけに弓は引けないと投降し、大半の人間が斬死される。もう慶喜が何をしようと驚かないわ。こうした出来事から西郷や大久保は、薩摩にとってはもちろんのこと、日本の近代化にとって最大の障壁は、慶喜の存在と認識するようになる。慶喜の価値判断の基準は、日本にとってどうか、じゃなくて、自身の権力集中と維持にとってどうなのか、だものね。否定はできないな。慶喜を知的と捉えた西郷と大久保は、この頃より長州との提携を模索し始める。倒幕の目が放がし始めたわね。そんな中年が明けて慶応元年1月、岩山八郎太直圧の娘、糸と三度目の結婚をしているぜ。やるわね西郷。話を政局に戻して、西郷と大久保が長州との提携を模索し始めたとはいえ、そこに合理性があろうと双方しがらみもあれば感情のもつれもある。簡単にはいかないってことね。この頃長州藩の首脳陣にも、薩摩藩との提携案が持ち上がっていた。薩長同盟へのうねり。そんな薩長を結ぶ方法として、理って取っかかりを作ることになるぜ。高杉の動画でも解説してたわね。長州は朝敵、賊軍であったため武器の調達ができない。そこで豊作だった長州が不作だった薩摩に米を送り、薩摩は米代の代わりに密貿易で得た武器を長州藩へ横流しする構図だぜ。物資の運搬は龍馬が担当し、双方の連絡役として多少の利害調整も行う感じね。そうだ。薩長同盟は龍馬が海の親みたいに思っている人が多くいるが、実際そんなことはないのよね。あったとしてもさっき霊夢が言ったように、多少の利害調整程度だ。そりゃそうよね。薩摩と長州の提携のため、経済交流の実績を積んでいるさなか、西郷は蕎麦役から大番頭に昇格し、過労待遇を提示されるもそれは辞退したぜ。あらなんで？西郷はもともと価格が高いわけではない。なので藩の門閥より、激しい嫉妬と敵意を向けられていた。それを緩和するために過労待遇は辞退したのね。そうだ。西郷は久光からも心よく思われていないのは前述の通り。なので久光は大久保が抑え、その他の家中の反発は小松立脇が抑えて、西郷が存分に働ける環境を維持だぜ。西郷さんもいろいろと気苦労ね。そうだな。西郷隆盛というと皆から慕われ、薩摩藩は一枚岩なんて印象もあるみたいだが、実際の西郷藩内政治基盤は、盤石のものではなかったぜ。西郷さんといえども一人じゃ大仕事は無理だったのね。こんな支えの中で働く西郷だったんだが、5月23日、長州との提携を進めるため、下関の白石邸で桂小五郎との会談が予定されていたんだが、西郷はこれをすっぽかすぜ。なんと、理由は、上方の情勢が緊迫している、という理由なんだが、この時の京に緊急事態はないため、歴史学者の間で意見が分かれるぜ。どういうことなんだろ？衰退したとはいえ、まだまだ幕府は強大で、長州との提携に踏ん切りがつかなかったのかもしれないな。西郷の溝知るってことね。すっぽかし送った桂の怒りと落胆は凄まじかったが、これを龍馬がなんとかなだめる。多少の調整、ってやつね。しかし、何でもきっちり桂小五郎、がドタキャンかまされて、よく提携の話が決裂しなかったわね。藩内では新作の決起成功で反論はほぼまとまった形だが、藩外では賊軍認定で何ともならない状況。こんなことされても決裂できないほど、長州は困った状況だったってことね。しかしこれで薩摩にも負い目ができたため、一方的に弱い立場だった長州の立場が、ほんのちょっとだけ強くなったと言える。確かにほんのちょっとね。こんなことがあって吸ったもんだしながら、一年がかりの交渉を経て、慶応2年1月、薩摩と長州の間に盟約が成立する。薩長同盟ね。薩摩藩小松立脇邸にて、西郷と木戸の間で手続きが行われ、内容は長州が幕府と軍事衝突を起こした場合、
薩摩は好意的中立を守る。一般的に思い浮かぶ公主同盟ではないわね。そしてこの段階では藩の総意として締結された同盟でもない。藩政を実質取り仕切っている者たちの間で交わされた秘密名約だぜ。だから一介の浪人である龍馬が署名できたわけね。そりゃそうだ。藩と藩の正式な書類であれば、そんなことできるわけがない。龍馬の保証人にどんな効果がある？そりゃどっちかが名約破ったからって、龍馬に何かできるわけではないわね。だろ。龍馬が保証人になったからといって、守らなきゃいけない効力なんて発生しない。じゃあなんで龍馬の署名なんてあるのかしら？薩摩からすればこの名約が幕府に露見したとき、一介のスローニンが保証人になってる同盟、なんて本気にするの、で逃げることができる。なるほど。長州からすれば、ないよりまし、くらいのもんだろうぜ。両藩の置かれた状況からすれば、薩摩はこの同盟がなければ潰れてしまうってことはないものね。そうだ。長州と違って薩摩はいつでも保護にできる。となるとこの同盟が機能するかどうかは、長州が幕府軍に勝つのが絶対条件ね。ああ。負ければ薩摩は長州を切り捨てるだけだ。シビアね。一方幕府はこの頃、神戸開港問題でてんやわんやだぜ。安政の5カ国条約に従い列強は開港を要求するも、孔明帝からの直挙は降りず、幕府は身動きが取れない状況だったのよね。そうだ。またまた幕府首脳陣は窮地だぜ。攘夷派による無責任な批判攻撃にさらされちゃうわね。ここで慶喜がまた動く。どのように？将軍後見職を辞し、金利主衛総督として朝廷側の人間となっていた慶喜は、かつての攘夷派よろしく実現不可能な正論で幕府を攻撃。かねてより自身に敵対的だった老中の評判を落としにかかる。自身の権力集中とその保全に関しては天才的ね。日本のためには何一つなってはいないがな。ほんとね。こうして身動き取れない幕府は評判をどんどんと落としていき、対して慶喜はその影響力を拡大させており、ここで2回目になる長州征伐が始まる。1回目の長州征伐で、慶喜は望んでも司令官になれなかったのよね。さらに西郷がまとめた寛大な処置にも不満だったぜ。ここで反抗的な長州を屈服させて、幕閣批判で上昇した慶喜人気を盤石のものにしようと目論んだのね。自身の人気と影響力を決定的なものにしてから、神戸を開港して問題を解決する算段だったのかもな。なるほどね。長州征伐で軍事的成功を収めてから、帝が反対している神戸開港を強行。反対派も黙るしかない状況ってことね。こうして今回は慶喜が主導する形で第二次長州征伐が発令される。幕府はもちろん西国大名にも出陣を命じ、大阪城に兵を集結させ自らも入城するぜ。やる気満々ね。なんだが今回はここまでだ。おっくー。なんか西郷さんの解説というより、慶喜の解説みたいになってきてるわね。西郷が挑んだ男、慶喜がどんな人間だったか。それ抜きに西郷は語れないんだぜ。なるほどね。これから維新なるまでの権力闘争は、西郷大久保対慶喜に収束されていく。戦いの準備ができました、幕府倒すぞ、って単純な話じゃないわけね。そうだ。賭博しにまで政局は押したり引いたりと、盛りだくさんなんだぜ。では楽しみにしていましょう。そんなわけで、今回も、ご視聴ありがとうございました。